これさ、この先にも飛んだことあったっけ？なんかあったやらなかったような。まあ、行きます。は、違う。パン食べた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで。あ、これは完成してるのか？完成してるんすか？ねえ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 、みんな、誰か。でももう誰も立ておらんよね。あ、すごい！やばー！これで。あ、またここに置けばいいってことかな？よし。置いていきます。はい！タイジの設計図2が完成した。やばくない？なんかマギールさんが生きとった頃にさ、なんかタイジが成長していくのを見届けよったけど、自分らで作った方がよっぽど早いやん。やばいやばいやばい。みみみー、あいな。命の原木を置いてくれたおかげで、この設計図も完成したね。あとは黄色の花の種を咲かせて、タイジに力を与えれば、次の段階に進めそうです。やっぱまだ次の段階があるのか。だが、教団の練習が手を出してこないのは気になるな。タイジを作ってること、奴らも知ってるはずだ。それは、教団のいつものやり方というやつかもしれません。作らせてから壊すってやつ、最悪。私、昔々聞いたことがあるんです。教団はいつも人間に一時の希望を与え、もうすぐなんとかなると思わせる。そこを一気に潰して、より深い絶望を与えるんだって。マギールさんの時もそうやったよね。なるほどな。面白い考え方だ。趣味の悪い連中だぜ。ますますぶっ倒したくなったぞ。指導さん、アイナさん、教団の動きも気になりますが、まずは体重作りを進めましょう。黄色の花の種を植えるのは、この4箇所やろ？白い花と同じく、命の原木の周りが良そうです。さあ、アイナさん、命の原木の周り4箇所に、黄色の花の種を植えてください。植えましょう、植えましょう。どれ？黄色の花。ないんかな、この辺。あ、これや、これ。黄色の花の種。さあ、植えましょうか。てか、またね、ババンゴの実がどっかにできたらしいけんさ。じゃ、またそれを潰していかんといかんのよね。咲いた！イエーイ！ミミン！やったやった！黄色いお花が咲いたね！僕の次くらいに可愛いや。君はちょっと無理だ、最下位だ。花か。どことなく弱ちそうで苦手だか。この匂いは嫌いじゃないな。あれ、金木犀の匂いが好き、花は。昔、モンゾーラはたくさんのお花で覆われていたそうですわ。島中がいい匂いに包まれていたとか。新しい体重が完成すれば、島に緑が戻るはずです。そしたら綺麗なお花畑だってきっと。お、これでまた緑が広がる？やったやん。うきゃー、黄色いお花から光が。ん？なんだこの気持ちのいい風は。さあ、また広がるんでしょう。はい、来たー。これでもう拠点は全体的になったんじゃない？緑に。おー、やったね。またもや花の種が大樹に力を与えたようだな。わずかに鎖風を押し返したようだな。キャハ、大樹からすっごく爽やかな風が吹いてる。こんな風、今まで感じたことないよ。俺たち本当に新しい大樹を一から作ってるんですね。なんか感動してきたっす。ココアがまた参加する。よーし、あとはてっぺんの部分を作れば新しい胎樹の完成ですね。胎樹っていうかめっちゃ階段とかあるけどね、建物やけどね。それじゃあ皆さん、新しい胎樹を完成するための続きの設計図を書いてください。最後はやっぱり葉っぱがふさってなるんかな。3つに分かれていた設計図もいよいよこれで最後です。じゃじゃーんと素敵なのを書いてくださいね。私が書くのになぜ設計図が最初から3枚って決まってるの？よくわからないんだけど。お、できた？大樹の設計図3を描いた。なんか思ってった感じと違うけど、まあいいや。さあ、みんなまた頑張ってね。まあ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 、最後となる3つ目の設計図が書けたのですね。
ぬほー、これはすごい。これを組み上げれば大樹は完成のようです。素材は全部収納箱の中に入ってるし、あとは組み上げていくだけだね。そうだ、アイナさん。大樹にさらなる力を与えるために必要なものがついに分かったんです。なになになに？前にお話しした全ての実りというのは、今まで作ってきた5種類の作物のことでした。全ての実りから特別な道具を作って大樹にあげれば、とてつもない力を得出せるみたいです。特別な道具を作るために必要な素材をお教えします。アイナさんなら作れるはずです。今までの収穫したやつが必要ってこと？何はともあれ、大樹作りもいよいよ大詰めだ。皆の者、あと一踏ん張りだ。完成を目指してひた走ろうぞ。えい、えい、おー。えい、えい、ぬおー。で、なになに？新たなレシピ。ひらめいたっていうか、チャコに教えてもらったんでしょ？風の雫、始まりのひ、え？始まりの一葉？と野菜で作った雫。どうした？あいな、大樹作りもいよいよ大詰め。我が輩たちもやる気に溢れておるが、どうやら大樹の完成には周りに綺麗な水を流し入れる必要があるようなのだ。大樹も作物と同様、育てるには水が必要ということだろう。大樹となれば水も泥水ではいかん。ミミズンから聞いて話したが、大樹にふさわしい綺麗な水は湿地帯の地下深くになら湧いているという。そこで綺麗な水探しをお主に頼みたい。我が輩たちはその間に建築を進めておくぞ。さあ、まずは地図をよく見ながら綺麗な水を探し、乾きの壺で汲んでくるのだ。そうそう、湿地帯のことはお主に協力的と噂のトマト大好き多くに聞くと良いかもしれんぞ。またあの多くね。多く大活躍ね。多くのところに飛んでいきましょうかね。はい、多く。地下って言ったのは掘っていかんといかんのか。よし、着いた。さあ、綺麗な水のありかを吐きなさい。よ。おうおう、人間ども、まだうろちょろしてんのか？ここはお前らの庭じゃねえんだぞ。で、今度はなんだ？綺麗な水でも探してそうな顔しやがって。どんな顔？話さんでも何でも分かってくれるやん、親友か。この島の水は腐れ風の影響でほとんど腐ってる。だが、湿地帯の地下に綺麗な水があるらしい。さすがの俺もどこにあるかまでは知らないが。南の沼地の高くなった場所に人間語で書かれた看板があってな。読んでみると手掛かりになるかもしれんぜ。南の沼地の高くなった場所？こっち？はいはいはい。あれやん、あれあれ。向かっていきます。とりあえずもう、パッと見て、え？これ？ここ？あ、ここか。速攻やん。パッと見てマークが、見えるから。わかりやすい。こんなところにあったんやね。ちょ、上がらせて！上がらせて。で、ここに看板が。あ、これか。なるほど。なにこんな場所。あー、落ちた！あー、助けてー！助けてください。辛い、辛い、助けてー。ふえー、死ぬ、死ぬ。ちょ、待って。助けて。助けて。はぁ、辛い。死ぬかと思ったなんであんなギリギリに立ててるの？何の嫌がらせなの？ありえないんだけど。じゃ、人間語で書いてんだったら人間が立てたってことでしょ？どんな場所に立ててんだよ。まあ、あれか？いろいろと、地形が変わってんのだろうか。ちょ、よいしょ。はい。看板に文字が記されている。ここからの飛び込み危険。しかし飛び込む恐怖を超えた先に求めるものはある。ええー、何？飛び込んでよかったんやん。飛び込み、え、何？なあ、いいな。この意味深な言葉は何なんだ？ドルトンは湿地帯のどっかに綺麗な水が隠されてるって言ってやがったが、確かにさっき透明感はあったような気がする。あれのこと？それにしてもこの看板、立ってる位置が妙だよな。まるでこの先に何かあるみたいだぜ。あるんだよ。ちょ、待ってね。はあ。ねえ、どこ？この辺？この辺でいいの？あ！何？この先？え？どこ？え？ちょ、待って。待って。よ、は。で？
どこどれ？あ、出た。で、出てきた。あー、めっちゃ綺麗な水。全然違う。さっきの全然透明じゃなかった。汚い水を潜ってみたら妙なところに出たな。ん？うん。にしてもよく息が続くね。この水、なんだかそこらにある水より青っぽいぜ。これだよ、綺麗な水。よし、汲んでいこう。はっ。乾きの壺が水で満たされた。水を手に入れた。やったー、やっと綺麗な水。これならきっとみんな飲めるよ。お？乾きの壺で水を汲んだんだな。これがドルトンが言ってやがった綺麗な水ってやつなのか？よし、だったらこの水、村に持って帰るとしよう。後のことは俺は知らない。村に帰ったらドルトンに聞いてみようぜ。ってことだから、ここからワープしたんでよろしいということかな。まあ、上にはね、絶対登っていけんもんね。ってことで帰りまーす。拠点へワープ。なに？なんかいっぱいマークがついとった。はい、到着。あゆな、チャコと話して大樹に力を与えるための風の雫をひらめいたんだね。なんだか凄そう。大樹にとてつもない力が宿りそうだね。しかし素材の一つにある始まりの一葉というのは一体。一葉と読むんだね。でもきっといつかどこかで見つかるっす。それまで設計図の組み立てをおすすめですよ。大樹に咲いた一つ目の葉っぱってことじゃないの？違うの？いやでも葉っぱめっちゃくっつけてるけどね。じゃあその間に、アイナとシドウは最後の花の種を探してきてもらえないかな。結局花の種いるんや。湿地帯を西に西に進むと小さな岬があって、その先の小島に花の種もある。まずはワープで湿地の入り口に行くといいよ。そこにいる大ネズミにも話を聞いてね。ではお願いします。最後の花の種を探してきてください。で、この水はあれよね。満たせばいいんよね、ここ。え？これどうすればいいんやろ。ほ。あ、これで広がっていく感じか？満たしたよ。え？満たしたけど、それはもう関係ないの？それは、まだいいんすか。じゃ、とりあえず、まあ、行きますかね。これで、次は湿地帯の入り口に飛べと。湿地帯入り口は、あ、ここに向かうんやね、次は。花の種を見つけよう。そこ行ったことあるとこ？なんか出とるよね。湿地の入り口。はい。もう行き場所は分かったね、今回は。地図上にあったわ。チュ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 、人間、なんだかすごい空でちゅね。だけど、ほんの少しだけいい風が吹いている気もするっちよ。まさかこれは迷惑を果たす時では。この湿地帯を西に西にずーっと進むでちゅ。気が遠くなるくらいずーっと。すると海に行き着くでちゅ。海に向かって南に進むと浅瀬があって、その先に岬があるでちゅ。岬から思い切って飛べば、人間の長老が花の種を隠したという小島につけるっちよ。あ、なんか、見かけたけど、いけんよねーって言ったとこかな。人間、大ネズミは人間を応援して待ち、迷惑を果たし、島に緑を取り戻すてちゅ。頑張っていきます、私。こっちの方向ということ、いて、こっちの方向ということやね。さあ、行きます。君も緑、リリパッドも緑、私は緑じゃないぞ。そんな顔はしていないぞ。ほら、こっちの方向に、わーっと走ってって、ま、ここも越えて、ほ。とりあえず、ここも越えていくと。この辺来たところかな？ちょっとよくわからんけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここ多分来て、なんか宝箱とか開けんかったっけ？スライム！敵？普通に敵か。ね、勝手に話せるスライムやと思ってしまう。あれだね。あの島に飛べばいいんだね。上から行けば飛べる。よいしょー。まあ、もりもりと上がっていきますかね。は、この上じゃない？多分、わからんけど。よいしょ。あ。どや？どうなんや？全然違くない？どこ？どこ？だって島あれやろ？え？なに？どこからどうやって渡っていくの？
浅瀬、これじゃない浅瀬。え、浅瀬がどうのこうのって言ったよね。え、どうやって渡っていくの？歩いて渡っていくわけじゃないよね。え、歩くのもしかして。え、これ歩、ん？え、歩けるんじゃねこれ。え、これ飛ばんでも歩、え？で、このさ、薄い青のとこってさ、歩けるんじゃない？そういうこと？え、そういうこと？ちょっと待って、絶対これ歩けるって。ほ。え、絶対これ歩けるよ。多分。あ、でもこれちょっと待って、濃い部分に行っちゃいかんのよね。あ、これ歩けるやん。何？何してんの？アホなの？ほら、めっちゃ歩けるやん。ちょっと、私の、今までの苦労は今までの苦労は一体、え、つら。よいしょ。ほんともう、浅瀬っていう言葉を思い出しなさい。ここ来たところよね、私。来たよ、これ。空腹で倒れそう。ちょっと待って。お腹すいた。はい、もぐもぐ。来たけど、その時はまだ何もできんかったんよね。名薬の桃色の花は生命のきらめき。きらめきは岬より先のうちに。あ、ここから飛び立つんか。なるほどね。そういうことね。あっち側ってことか。めっちゃ寝たいんやけど。めっちゃ寝たいんやけど。とりあえず、渡りますか。見えないよ、ちょっと。いけるこれ。あ、でもあっこに。これさ、この先にも飛んだことあったっけ？なんかあったようななかったような。まあ、行きます。は。違う。パン食べた。は。あ、多分こっち行ったよね。え、行って、なんもなかったんやったっけ？はい、来たー。あ、来てないわ。ここは多分来たことないわ、私。何？どこなのこれ。何？大丈夫？結構明るいけど。ふえい！何？軍隊あり？やめてやめて。さ、目的は一体どこだい？あ、あっち側になんかある。何？士気高めてんの？やめてよやめてよ。え、何何何？宝箱？多分こっちだと思う。は。カレーに避けていく。カレーではないかもしれんけど。なんかおった今。はい、中身は。肥料をやめてやめてやめて。スライムがおるよ。約束は守らなきゃね。人間の代わりにスライムが守ってくれとん。あれ？人間じゃないか。人間がどうしてこんなところに？実は。でかくなった。へえ、君はビルダーなんだ。新しい大樹に力を与えるために、花の種を探してるんだね。この島にはね、人間が住んでいたんだ。腐り風から花の種を守るために。でもその人間はずっと昔に死んじゃった。人間の寿命は桃のより短いからね。僕はね、その人間に頼まれて、君みたいな人間を待っていたんだ。島の人たちはビルダーが島に絶望をもたらしたって信じてたけど、僕はそうは思わない。花の種は僕の後ろの滝の裏に隠してあるよ。欲しいなら持って行ってね。滝の裏？滝の裏とはこれかい？待って、ココアがめっちゃ行く。これ滝なの？流れてるのこれ。あ、流れてるわ。ちょっと押す押す桃色の花の種を手に入れた。よし。じゃあこれで手に入れたということで。それが最後の花の種か。これで3つ全部だな。ないな。町に戻る前にもう一度、あのスライムに話を聞いてみようぜ。じゃあ、その軍隊ありは任せた。よいしょ。とりあえずほら、私はそこのスライムとお話がしたいから。頼んだよ。めっちゃ軍隊ありやん。気持ち悪い。やばい。ビルダーさん、花の種を手に入れたんだね。これで名薬の花の種は全部だよ。ついに、新しいビルダーに3つの花の種を渡すっていう、3種族の名薬が果たされたんだ。なぜこれで最後ってわかるの？まだこれが1つ目かもしれんやん。ぐすん。僕人間でもオオネズミでも、リリパットでもないけど、なんだか嬉しいよ。昔島には何もなかったんだけど、どこからともなく現れたビルダーが最初の大樹を作ったんだって。そのおかげでモンドーラは、
緑の島って呼ばれるほど発展したってわけさ。あ、元から自然に生えとったやつじゃないんや。でも大樹を作ったビルダーも、恵みをもたらしたかつての大樹も、いつの間にか悪者にされちゃった。僕知ってるよ。こういうの皮肉って言うんでしょ。イニシエンビルダー大樹を作った後、次の島に渡ったらしいけど、一体どんな人だったのかな。きっと私の先祖だね。さ、戻ります。ちょっとピンチだから。めっちゃピンチだからもう、あ、なんかここにあるね。どれだ？待って、超絶気になるんだけど、どれ？どこにあったの？この辺りにある？外？あ、でもここ上上がっていけるんかな？一応降りては来たけどさ、来るときに。こっち側か、もしかして。こっち側になんかあったりとか。違いますね。いやー、超でかいのおるし、キモーい。いやー、鳥肌。あ、ここから戻れるっぽいぞ。お、よいしょよいしょ。戻っていきます。はい、外に出てきた。もうすぐ朝やね。この辺の下ってことかな。どの辺ですかね。反対側じゃね。え、反対側じゃね。そんなとこ視界に入りましたっけ。視界に入らんかったら、え、どうなん。ぐるっと回っていきよったら、あー、めっちゃ落ちたー。上の方から移動した方が絶対いいと思うんやけど。よいしょ。よいしょ。あ、明るくなってきた。ふぅ。結構ピンク色しとんやね。この島。島っていうか、岩。お、違う。下のはちょっと壊さない方が。よしよし。これで進んでいきまして。てか、なかなか前向いて進んでいかないから。上向いては進んでいくんだけど。なんか進みよりようで全然進めてないよね、これ。お、これそろそろ近いんじゃない？どの辺？この辺りじゃない？多分。なんかここめっちゃ穴開いとるけど。おっと？この辺りやと思うんやけど、違うかな？どれどれ？この、なんかこの、あ、なんかあそこにある？ん？あれ？ない？ん？気のせいかな？なんかこの辺にさ、なかった今。見えたような気がしたんやけど、あれ気のせいかな？あ、この下？あ、これや！あった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 。え、てか結構な高さあるな。あ、思ったけどこれ、普通にこれでさ、降りればよくね。よいしょー。はい、来た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 ー。で、時計に買ったりするやろ。ずら。とりあえず、ここ壊して、で、何？あ、違う違う。ココアを殴る。で、これで、水を流します。しかも、綺麗な水よ。オッケー。やったねー、あっという間。来るのに時間かかってしまった。はい、ビルダーパズルクリア。ふぅ、これで小さなコインゲット、小さなコイン、小さなメダルゲット。さあ、じゃあ、あとは、戻りますか。はい。拠点へワープします。はい、ただいまー。帰ってきたよー、私が。あ、どうも。違う違う違う。お、あいな、桃色の花の種を見つけてきたんだ。これで3つの花が揃ったね。やっぱりビルダーは島に希望をもたらす存在だ。イニシエンビルダーも君も。ビルダーが絶望を振りまくという話は教団の嘘でした。絶望を作っていたのは教団だったんです。だがやっぱり気になるな。どうして島の連中はそんな話を信じたんだ。イニシエンビルダーが来て、
かつての大樹を作るまで、この島には何もなかったんだ。何もなかったけど、みんな平和につつましく暮らせた。でも大樹ができて、人間は変わっちゃった。そっか、その話、私も聞いたことがあります。作物や土地をめぐって、たくさんの争いが起きた。怖いことや悲しいこともたくさん起きて、だから教団は大樹を壊してこう言った。大樹を作ったビルダーこそ、島に絶望をもたらした悪だと。まあね、贅沢言い出したら人間キリがないけん。ち、そんなことかよ、くだらない。大樹が枯れて絶望したのは、そいつらの勝手じゃないか。チャコやポンペ、ヒゲ。ヒゲ。今の島の連中はみんな立ち上がった。むしろビルダーとしてものづくりに目覚めたんだ。起きたことをどう受け止めるかは自分次第だろ。シドウさん。私もそう思います。さあ、イナさん。大樹の完成はもうすぐです。設計図が仕上がったら、花の種を植えましょう。またあれやね。置いて、植えればいいんだね。オッケーオッケー。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これが完成したらどうなるんやろう。一気に全体に広がるわけじゃないよね、緑。